光の力でリサイクルして欲しいアルケンだけ作るというテーマでお話をさせていただきます。東京理科大学薬学部薬学科高橋秀夫と申しますと。私のお話はとてもシンプルなので皆さん肩の力を抜いてゆったりした気持ちで聞いてください。今日のお話はキーワードが3つございます。 一つ目は光。二つ目、アルケン。それから三つ目はリサイクルとなります。この三つの言葉を頭に入れて聞いていただければお分かりいただけるかと思います。光エネルギーは環境に優しいエネルギーとして最近非常に多くの分野で活用されております。 有機合成化学の分野においても、LED ライトが普及したため、この光エネルギーを使った光反応に大変多くの注目が集まっております。光エネルギーを使った反応の特徴の一つとして、熱では反応しないものが、光では簡単に反応するということが挙げられます。 私たちはこの光反応の特徴を利用して光を使った新しい反応で欲しいものだけを作るというアプローチを行っております。今日はその一つの例を報告します。こちらになります。ここにはアルケンと呼ばれる化合物を 模式的に示してありますアルケンというこの化合物は二重結合を持っている化合物です。この丸で示されたものがくっついている痴漢器と呼ばれるものになります。この丸が二重結合に対してお互いに反対向きである。これをトランス体というふうに呼びます。 一方で、この丸の向きがこちらに動いた、このようなものも存在します。二重結合に対して、お互いに同じ側にこの丸、置換器が来ておりますので、シス体というふうに呼ばれています。このトランス体とシス体は全く別々の分子として存在しております。 有機合成化学の反応を使って、このような化合物を合成しようといたしますと、一般的にはこちらのトランス体の方が作りやすいです。多めにできてしまいます。一方で、こちらのシス体の方は、見ていただいてわかりますように、ちょっと窮屈そうですよね。 立体障害というのですが、この立体構造がちょっと問題となって、作ることがやや難しい化合物というふうになります。なので、実際にはこのトランス体を有機合成化学で作ることは割とよくできるのですが、シス体を作ろうと思うと結構 大変な反応条件を使ったり、高い試薬を使ったり、複雑な手順を踏んだりする必要があります。しかし、この作りやすいトランス体を原料に用いて、異性化というのですが、トランス体のこの向きをこっちに変えるという反応も存在はしています。 作りやすいトランス体から作りにくい質体を作るこの異性化反応が簡単にできるようになれば非常に好ましいわけです。でもこのような異性化反応は私たち有機合成科学者がこれまでよく取り組んできました熱エネルギーを使う反応によっては上手に進行しないということが分かっています。一方で この光エネルギーを使いますと、意外なほど簡単にトランス体からタ体への異性化反応が進行するということが分かっておりました。私たちは、この光を利用したトランス体からタ体への異性化反応において、塩基酸トンという化合物を共存させると、 ものすごくくスピードが速くなるこちらからこちらへの移動がとっても速く進行するということを見いだしましたそしてこの異性化反応光反応を用いて行えば普段よく簡単に合成できるトランス体から疾体をどんどん作っていけるんではないかと考えるに至りました 詳しいお話はここからになります。まずは HPLC という分析機器の説明をさせていただきます。この HPLC という分析機器は、例えばこのアルケン、シス体とトランス体が混合されているものをカラムクロマトグラフィーというそれぞれの物質の極性、まあ、物性ですね、 の違いによって分離するということができます。そして分離された化合物が取り出せるというわけです。ただ、この HPLC、カラムクロマトグラフィーを1回通っただけでは、十分に2つの分子、例えばトランス体とシス体を分離しきれないということが時々起こります。 そういう時に使われるのが、このリサイクル型の HPLC というものです。この場合、十分に分離できず、赤と青がこう混じった状態になっているものを、再度元に戻して、もう一回カラム、クロマトグラフィーを通します。もしまた分離が悪かったとしても、また戻してカラム、クロマトグラフィーを通す。 このようなリサイクル型の分離分析が行えるのがリサイクル HPLC の特徴です。私たちの研究室はこのフォルテというリサイクル HPLC を研究室に持っておりました。で、これを使っていたのですが光反応をこのリサイクル HPLC に組み込むことができればすなわち リサイクル HPLC に分離分析の機能だけではなく光反応をするという機能も組み込むことによって欲しい死体だけを効率よく生み出すことができるシステムを考案したというわけですこちらを見てください私たちのこのシステムまずですね 市販されている非常に簡単に合成することができるトランス型のアルケン。これをリサイクル HPLC の流れの中に放り込みます。このアルケンはここの流れの中で LED ランプを照射されます。それがここにあるこの箱型の形をしたものになります。 この箱型の中には、共同研究をしていただいている岩崎電機様が作ってくださった LED ライトが仕込まれています。で、この LED ライトが光を当てるこの箱の中には、実はガラスカラムが組み込まれています。このガラスカラムの中に、先ほど登場しました 塩気3トン、光のパワーを効率よくアルケンに受け渡すことができる、そういう光増感剤というものなのですが、これがシリカゲルに固定化されて、塗装状に乗っかっているという状態になります。つまり、LED ライトのこの箱の中、ガラスカラムの中には、光反応を 効率よく行えるための光増感剤が詰まっているというわけです。そして LED ライトから明かり、光が照射されていきます。私たちはこの部分を光反応部というふうに呼んでおります。365ナノメートルの LED ランプの光がこの ガラスカラムの中に照射されます。トランス体のアルケンがこの中を流れていくわけですね。で、この流れていく途中で光が当てられて、同時に孤層に固定されているチオキサントン、光増感剤の効果を受けて、光の効果がパワーアップし、先ほど申し上げましたように、 トランス体のアルケンが、シス体のアルケンに異性化するという反応が、この流れの中で起きるということを実現させました。そうしますと、トランス体と同時に、シス体も混在する、こういう混合物が流れていくということになります。で流れていった先には、絡むクロマトグラフィーが待っています。 カラムクロマトグラフィーは先ほども申し上げましたように、アルケンのトランス体とシス体、物性の違い、極性の違いを利用して分離することができます。私たちは作りづらいシス体が欲しいので、この場合、シス体を取り出します。必要のないトランス体ですが、また流れの中に戻します。 HPLC の流れに戻ってきたこのトランス体は、再度こちらの光照射部を通っていきます。その際に先ほどと同じように光を当てれば、チオキサントンの効果によって異性化反応が進行し、スタ体が生じます。で、またこのようにスタ体とトランスイの混じった状態ができるわけです。 で、これがまた流れていて、カラム、クロマトグラフィーを通っていくと、脂質体とトランス体が分離され、欲しい脂質体だけを取り出します。以上のように、必要のないトランス体に、HPLC のこの流れ、感情の流れの中で、途中で光を当てて、異性化させて、欲しい方の脂質体に変えていく。 このサイクルを繰り返していけば、どん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 トランス体から脂質体が増えていくということになります。これが私たちの考えたリサイクルフォトリアクターというシステムになります。実際の実験の結果をこちらに示します。ここには、 シンナムアミドを示してあります。シンナムアミドは、ここに二重結合があるアルケンです。こちらがベンゼン管こちらがアミドとなります。二重結合に対して、お互いに反対方向に位置していますので、これはトランス体のアルケンということができます。このトランス体のアルケン。 リサイクル HPLC の流れに投入されて、まず光反応部で光を当てられ、長期酸トンの影響を受けて、シス体とトランス体の混合物になります。続いて流れていって、カラムクロマトグラフィーによって極性の違いを利用して分離され、シス体とトランス体に分けられます。トランス体はまた 光反応部を通っていく。まあ、このサイクルを繰り返すというわけですね。結果を示すデータがこちらになります。手前のこの青っぽい色がついているものがタ体。色のついていないものがトランス体ということになります。一回サイクルを回してこのようになります。疾体だけを分子します。 もう1回サイクルを回す2回目、し体ができてきています。分手します。3回目、4回目、5回目、6回目というふうに、全部で6回のサイクルを回しました。その結果、欲しい方のし体のシンナムアミドが80%の収率で非常に純度よく得られました。このように、 シンナムアミドを使ってトランス体からシス体を非常に効率よく増やしていくというシステムを現実化させたというわけです。もう一つの例をご紹介します。こちらはワインデップのアミドと呼ばれるものになります。やはりベンゼン管がこちら、アミド、ちょっと複雑なアミドではありますが、 こちらに来てますので、トランス体というわけです。市販されております、このワインデップの網戸。先ほどと同じように、光反応部を通します。シス体とトランス体が混ざります。カラムクロマトグラフィーによって分離をします。ということで、これも6回のサイクルを繰り返しました。その結果、60%の周率で、 非常に純度よく、死体のワインデップの網戸を得ることができました。このワインデップの網戸というこの化合物は、実はこの部分をさらに化学変換することが可能です。ここが N の部分が H に置き換わります。また、ここを歩きル木キルキ。 メチルやエチルに変えることができます。つまり、アルデヒドやケトンに変えることが可能なんですね。このように、後の変換にも有用なビルディングブロックとして使えるワインデップの網戸をトランスタをもとにしても簡単に脂質体を合成するということができました。私たちの研究室は、 先ほど申し上げましたように、リサイクル HPLC フォルテという機器を使っておりますが、共同研究先の YMC 社においては、これをさらに自動合成化させることも行っております。このようなリサイクルをプログラミング化することができます。例えば、私が夜家に帰る前に、この網戸を HPLC に放り込んで帰れば寝ている間に自動的にこのサイクルが回って朝起きてみたら脂質体がいっぱい取れていたというようなことが可能になったというわけですすなわち自動合成化ですコンチクロムキューブという HPLC の機械を使って行うことができます 以上を述べてまいりました本技術の優位性について述べます。有機合成化学、特にこれまでよく行われておりました熱反応による合成反応では作りづらかったシス型のアルケンを光反応を使って容易に作ることができます。このシステムで必要なものは カラム、クロマトグラフィー、リサイクルの HPLC、そして光です。難しい反応は全くありません。まとめます。光反応とリサイクル HPLC を組み合わせ、シス、アルケンのみを高周率で得ることができました。 一般的にとても作りづらいシスアルケンを簡単に増やしていくことができるシステムです。また、ワインレップの網戸に代表されますように、次の化学変換も可能となる、ビルディングブロックとなるアルケンのシス体の合成ができるようになりました。最後に申し上げましたように、このシステムは、 プログラミング化することができます。自動化することができるわけです。これによって、連続的な自動の製造ができると考えています。想定される用途です。やはり、アルケンを有する複雑な構造を持っているような医薬品の製造、特にシス型。 作りたいなと思っている製薬メーカーの皆様には良いかなと思います。さらに、市薬メーカー様、立体特異的なアルケン、シス型を作りたいなと思ったら、このシステムはいかがでしょうか。さらに、シス型のアルケンを単量体とするポリマーの製造にも向いているかと思います。 私たちのこのシステムは、従来分析、分離のために用いられておりましたリサイクル HPLC に光反応という新たな機能を組み込んだシステムでございます。このようなシステムはリサイクル HPLC の使い道、需要を増やすことになると考えています。 実用化に向けた課題は以下のように考えております。様々なアルケン、それぞれに最適な波長や光の照射量など、さらなる最適化の検討が必要です。また、光反応の速度をさらにアップさせる、そのために必要なコスト増換剤、 こういったものも考えていく必要があると思います。また、いろいろな観能器を持っているアルケンに対して適用できる一般性を確立する必要があると思います。企業様への期待です。大きなスケールで光反応を行っていらっしゃる、そういう技術を持っている企業様との 技術の開発を希望しておりますまた、医薬品を開発していらっしゃる企業様、創薬科学の研究やプロセス科学の研究を希望したいと思います。試薬を製造されるメーカー様には、本技術の導入が有効ではないかと思います。本技術に関する知的財産権はこのようになっております。 発明の名称は、ジャステリオマ調整方法及び、孤層光増感剤です。出願番号はこのようになっています。出願人は東京理科大学他です。発明者、私、高橋、牧野、菅、他になります。今日はお話をいたしませんでしたが、この光による異性化反応を利用した リサイクルフォトリアクターと私たちが呼んでいるシステムは今回のアルケンだけではなく例えばキラルなスルホキシドを連続的に製造していくというシステムにも適用可能ですつまりジアステレオマーだけではなくエナンチオーマーも連続的に欲しい方だけ作っていけるというわけです 立体化学、どちらか一方のものだけを作りたいなと思ったときに、このリサイクルフォトシステム、フォトリアクターのシステムが有効ではないかと私たちは考えております。産学連携の経歴はこのようになっております。2021年度から22年度にかけて、現在、JST ・ A-STEP トライアウト本格型、 を今回お話しさせていただきました。この内容で行っております。お問い合わせ先はこちらになります。東京理科大学山岳連携機構のこれなり幸子さんです。よろしくお願いします。発表は以上です。ありがとうございました。